して、ももこちゃんがお外に出てくるチャレンジをしていきたいと思います。かなり気分次第なので、皆様ハードルは決めでお願いいたしますね。さあ、そして今日はですね、月に2回あります、空中測定の日となっております。左側にいらっしゃるお客様、オレンジボードに見えるかと思うんですが、こちらが空中計になっております。53.5 かっております。さあ、JJ 君と、はい、JJ 君、皆様の前にやってきてくれました。はい、ももこちゃん、今日の体重は 153.5kg ありました。まだまだ3歳ですが、とてもですね、重い体をしているかと思います。 150kg ほどもあるんですよ。なんかもうこちゃんで可愛いお顔を披露していきましょう。皆様、お顔にご注目くださいね。それでは行きましょう。せーの、あっか、242kg。はい、見えますか。こてつくんも赤目披露してくれました。そして何を食べているのかと言いますと、えらい急に痩せたな。はい、そうなんです。はい、さあ、このお魚をその時ペロリと丸飲みして食べてですね、はい、さあ、丸飲みしていく方もですね、まだだよ、まだだよ、まだだよ、丸飲みすると手生えてきた。はい、大丈夫ですよ。そう、これも新しい毛生えてんの。めっちゃ柔らかいです。気持ちよさそうな水位やな。今掃除中です。気持ちよさそうな水位。掃除が終わりました。えらいもんで影におるな。暑い。注水が始まりました。注水だ、注水。暑い。気持ちよさそう。